これはアイスボックスではなくポイズンボックス。クロス刺さってない。いや、よく見てる。ニットレード。カバンに入った。とー、すげえディスミス。リロードタイミング。レッド。レッド。帰ってきた。おお、圧巻か。どうだ。見えました。オフアングルで巻き場が待っています。壁を焚いて設置まで持っていきたいですが、ハンターズフューリーもあるので。ネスステップ。ほお。そこマンチキン。よくカバーした。助けたマンチキン。おお。後ろのマンチキン。なんとまくった。あれをまくるの。蘇生をしてラズが起きました。この間設置は間に合うでしょうけども、レイタが深いところが入ってる。レイタが。横からレイタ。来ている。正面からラズとクロー。なんだそれ。おお、行くかと思った。しかしバッチ。後ろのカバー、そしてマンチキン、マンチキン驚きましたね。そこであえて上に登って、はい、ハンターズフューリーを狙いに行った。マンチン選手驚きました。すごいな、もう何かやるんだろうなって。竹 J が見ててバレていながらも積極的に一人で勝負を仕掛けに行くプレーというのが効いてますよね。何かやるんだろうなってなるわ。落ちてますからね。ハンターズフューリーが終わるまで出てこないだろうというのはもう読み切って、まあ分かりきっていて、マンチキンもね後ろから打たれて、後ろに取り投げてる。ここだ。とっさに。しかしまだ巻き場は切りません。 CR は比較的こう D へ圧力をかける攻めですけど、はい、ゼータはこの A 一人で守れているっていうのが一番大きいでしょうね。バイパースピットどこで使うんだろう。情報だけ取ってあれば一人守りして来たら使うのかね。竹 J が動いてという展開になってくるなと思います。なかなか来ない感じなのか。比較的センターを詰める竹 J が機能していましたけれども、いつ A で詰めてくるのか怖いですが、ゼータの勝負はこれに。うわー、しかし帰らない。もう一回勝負をした。引っかかった。飛んでくる。これ数キル20秒。シエラも行かなきゃいけないですね。巻き場が見えた。ダブルピーク、阿部が返した。一方竹 J、 さあこれで回復した。イエローからは返さない。しかしワンキル取って取った。設置は間に合うか、設置は間に合うか。なんだバイパーズピット対バイパーズピット。どっちの海か分かりにくい。毒素が分かんない。しかも2人とも出た。なるほどね。2人ともバイパーズピット発動したのに2人とも同時に出ていきましたよ。相当臭かったんでしょうね。いや、しかもタイミング お互い同じようなタイミングで切っていきましたね。面白いシーンがありました。ドクドクシーなんか通じ合っていましたね。これはアイスボックスではなくポイズンボックス。世界大会でも何度か見ましたよね、お互いのバイパーズピットがこう交わるシーンね。全く見えませんからね。あと30秒。ショックダッシュ音が聞こえない限り無理して飛び出す必要がありませんが、この勝負はラズ。リコンボルトは上がっています。使う余裕はないか。雪だるまにプレッシャーをかける巻き場。スヨンツリコンを餌にした。これは自然消滅から出てきたネス。佐藤だ、横ケアできてるか。頭が見えた。これラズ無視して中を先に倒すかもしれない。あー、一瞬見えた。なんだこの、これ二人の位置をネスは完全に捉えて味方に報告しました。なんだこのすれ違い。ここまで入ってるとはマンチキン思えなかったが、ラズズキッチン後ろから。お、まさかラズだ。これは逆転があるか。個人業だ、個人業。どっちが個人業だ。どうする、抜くのか、抜くのか。うわー、楽しいラウンド。12対6つなげました。いや、また B3 だ。ファーストキル狙っていくレーター。これは映ってない。フィスカーが返した。フィスカーにオペレーターはダメだ。前に出たラズは倒されて、スネークバイトも飛んでくる。クローは帰れない。かなり強気に動いた。手前にいるクローのカバーだ。ガンガンいくな。ハンターズフューリーを打ちました。これアデを早く倒して何とかしたいってところでしょうか。バッション、ハンターズフューリー、なんとエッグラウンド取れるのか。クレイジーラクーン、うわー、ラスト1人タケジェが返した。ワンオンツー。ネスは蘇生があります。エコラウンドですぞ。これ蘇生のことを考えると A ローテーションはできません。できませんね。ショックダーツは当たっています。
しかしマーシャル怖いですよね。この体力であれば胴体耐えられますね。あと30秒削った。残り3番は今度は竹 J 対ネス。武器ではゆりです。頭一発です。クレイジーラ君追いつきました。5戦目。ほーラスだ。さあどこにリアクル黒と組んだ。いやよく見てる。ニストレードカバーに入った。あーすげーディスミス。完璧だ。うますぎだろそれ。力そして連携で。うますぎだろ今のディスミス。開けてきました。いやまたラッシュするかこれ。ラッシュです。やっぱりこうゼロポイントを生かしたいんでしょうね。しかもワンテンポ置いてのラッシュですよこれ。来ました。ゼロポイント返せません。リコンが返せない。いやそれ強いな。そこにはナノスワーム。ゼロポイント強いな。リコンを打つ暇はありません。フィジカルで勝負。強すぎ。そこ止める。リコンが入った。ミンディと冷静にクロスを組む。抜ける。抜く抜く。あフィスカーが時間を稼いだ。メデューサーまだ残っている。中央ラークのレーダーが一旦エリアのコントロールに入りました。これは大きい。ラズが抜けます。大回りしますかね。ワンチキンのフラッシュあと10秒で2個目が上がります。これレイタ重要ですよ。CR としてもまずこのレイタの位置を把握したいところ。レイタの位置分かんない。噛み合ってるぞこれ。レイタ裏を取った。忍者だ忍者だ。もう時間がない。忍者だ一人目。これは噛み合った。しかも時間がせず。もう時間がない。ラズを潰した。いやラズが潰した。うわマジかよ。いやメディウサ選手もあまりにも最強すぎたけど。素晴らしい立ち回りでしたね。ミッド取ってたレータさんが。そこを読み切りました。ただこの前半はメディーさんの素晴らしいフィジカル。うざいだろうなこれ。ナイフが入ってからフィスカは自由に動ける。羽を伸ばしたフィスカ。エントリーはどうだ。シーカーの後先は手前にいる。ここはレータが待っていました。レータ2キル。ヘブンによってレータ3キルがどうだ。ブレードストーム発動。ここいやーすげえ動き。熱がジョーティー削っていく。うわあなんだなんだそりゃ。ただ十分削りました。そうですね。なんでそのアクロバットのプレー。強切りが入りました。まあショーティー2発打ち切ってましたからね。こういった冷静なキャラクターコントロールよくできていますね。しかしラッシュ本気でナイフ使うしかない場面でのナイフキル初めて見たかも。さあここからまたセットアップ。いや面白いですね。 CR 今度は3人でまた抑える。ただ窓フラッシュミンティア待っている。手前にもいるぞ。あー吸い込んだ。フィスカーワンキル。人数状況逆転3対2。王者が欲しい。王者が欲しい。クロー俺らが王者だ。マジかよ。ゼータディビジョンこれで5本目。強くなっています。ゆきしろさん今までのマップとは流れが違います。明らかにお互い交戦を求めてます。なんかもう楽しそうにやってますよね。殴り合い。しかもなんか強引ではないところが、はい、強引だ。これは強引だ。これは強引だ。なんだわあめちゃくちゃだ。竹島さんジェーなんだこれ。残りは1人ミンティーだー。仕留めた6対3。なんだゆきしろさん、この相手どうなってますか。ラウンド早すぎる。早いよ。これブラジルですか。ラウンド早すぎてちょっと下げたら腰痛くなってきたもんこれ。この速さはブラジルですか。見たことありません。いや、僕ね、強引じゃないし、ちゃんと考えて攻めてるよっていう。ここで前行くもんな。このラウンドは明らかに強引攻めだった。殴り合いじゃん。でもこの流れっていうのは、お互いのカバーの速さゆえにそうだね、もうそうですね。しかもタイマーも CR もね、ハイミットまで行ってるし、まあ、行くと決めたんだろうな、あれは。一つ目のフラッシュ反応があり逆に今全員 A 集まってる。エコラウンド、ジャッジを持ってるネスミンティ。今度は右を見るか。うまっネスミンティ後ろ取った、ハメた、バッチリあ、ゼロポイント。フィスカ対応した。さあ、土下座を抑えた。土下座だ、土下座だ。いや、でもスパイクしか見えてねえぞ。はぁはぁショック打線抜き返した。さあショックボルト起こすのか、起こすのか。土下座をしている。これは消滅。起こせない。破壊された。ジャッジ
銃を持っていたミンティが倒された。うわマジか、それ持ってく強すぎ。6対4殴り合いはまだ続く。すごいことになってきた。今回もゼータは固めていきます。これがゼータが編み出した、いや見てくださいよ、ラスです。フィスカーこのポジション3回目ですよ。抜けた、いや4回目だ。抜けたぞ。これバレてないかもしれませんね。世界が分かたれた。先ほどはここからのラッシュがありました。ラッシュフェイク、ラッシュフェイクです。モーター裏に一度アビリティを使わせるような、いや気づいてますよこれ。しかもマンチキンが今 A ショート詰めていますから、これ釣りと見せかけてのワンクッションラッシュです。また変化をつけましたか。どうだこのジャッジは。木中入る可能性ありますか。これ離婚、離婚次第だ、離婚次第だ。見えた、あ、うん、これは映りました。さあ入っていく、入っていく、ベストジャッジだ。しかし竹勢も入っていった。人数状況はゼータ、ロックダウンがあります。ロックダウンあるけど武器弱いですね。ただミンティはこのシェリフが得意。カウントダウン開始、カウントダウン開始、潰しに行く判断をするか。そろそろこれゼロポイント上がるんじゃないですか。ナイフ上がりそうです。フラッシュ入っていません。一人目か、フラッシュ止める。あー、メデューサー、ショックダウンだ。うわー、なんで取り返した。メデューサー、この試合2回目のクラッチプレイ。いや、走りましたね。ゼータディビジョンがこのリジェクトがやっていたような動き、全員でショートで勝負を仕掛けてロックダウンを抑える動きを取ったんですけれども、よく抑え切りましたメデューサー。しかもショックダーツ返してました。救世主だな、メデューサ選手が。見極めてアビリティを打っていきました。救世主すぎる。早めにドローン。うわ、これはレーターを隠します。レーターこれやられたことやり返しますよ。うわあ、反応よ。むしろ打ちながら出ました。そうですね。これでファーストブラッドはクレイジア君。一方ゼータ竹ジェが入ってくるところを捉えました。マンチキンがいないのは大きいでしょう。なんだなんだなんだ、ジェ何やってんだこれ。これで視界のメデューサもいない。3対4という苦しい状況になりました。クレイジーラ君、これネスが要になりそうですね。シアル、あ、ネス対竹ジェ、また見に行く。やばいって、じゃあジェこれで一気に取り返した。すごいフラッシュ、フラッシュから残りはフィスカー。3キル目、3キル目降りてくる。ダブルピーカーどうだ、勝負者投げ、もっと、うわー、ブリンクミスだ。4キル取ってブリンクからもう1キル取りたいというプレーでした。ただあのショックボルトのプレッシャー、フラグメントも来ていましたからね。 J が、 J がキル取るなら俺が取ろうと巻き返すようなこのフィスカーのプレーでした。いや、しかし竹 J すごいですね。だって、はい、ミッド2回目出てワンクッション置いて3回目もう一度ここ見に来たんですよ。3回ここ見てなかったら間違いなく裏取られてましたからね。どんだけ警戒してんの。これは竹 J の嗅覚というのもあるでしょうけれども、ね、そのことをよく考えたプレーとも言えます。ここだ、確定する。あとはゼータならハンターズフューリーをあえて打たないという。おっと、そうですね、やはり比較的ゼータは、ね、いや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 、はぁ、何が抜きました今、どういうこと。落ちた、抜きましたよ、抜きました。マンチキンが落ちた。究極の壁抜きだからな、ハンターズフューリーは。的確な二人抜き打ってるじゃ、的確にこの A ショートですからね。おかしい、究極の壁抜きよ、ハンターズフューリー。ロックダウンを返せるアビリティがありません。そうか、ね、間違いなくここはロックダウンを切って取りに行くラウンドになります。ガレイッタのこのボール上だ。逃げた方がいいかもね。そしてロックダウン。このロックダウンは強い。そしてロックダウンから離れたヘブンの右サイドはナノスワームを発動。はっ、わあ来た、壊した。いや、ロックダウン破壊しましたね。壁抜き破壊しましたね。抜きましたね。スイッチ抜いたの？抜きましたか今？見えない、見えない。後ろ取った。取った。二人目はメデューサだ。さあ、ツーオンツー、ツーオンツー。もう寄れています。フラグメント。ラズの位置わからない。うわ。ワンオツ、メデューサ、ハンターズフューリーは残っている。いや、ただワンオツだ。メデューサ選手。何度甘えないんです、作ってきたか。やべえのが見れそう。さすがにこの二人甘えねえ。そしてこれクレイジーラ君はおそらく無理がい。ゼータダブルピーク ZDP、 これはクレジットの差随分つきましたね。 ZDP 出たか、あの抜き。そうですね、攻めのこれは欲しかった。マンチキンを落とすことができましたから。シ
ショートじゃない、ミッドのハイミッドと抜けたのか、これ。ロックダウンに対しての抜きというのも様々な研究がありました。過去はネスのブラストパックでキャットから、そして今抜けるんですね。と、スイッチから抜くの？スイッチによってはこれ壊せないと思うんですけど。マジ？これ。壊せるんでしょうか。それマジ？いろんな場所からこう抜けますっていう研究動画を上げてくださってる方もいらっしゃいましたが。そうですね。あそこ抜くのは正直初めて見たかもしれません。そうですね、間のシャッターのところを打つのかなと思ってたんですけど、これだけまだラウンド数に余裕がありますから、はい、ゼータディビジョンとしては強気にチャレンジできるんですよね、うん、そうだね。アズガオーディン持ってますよ。ハマったらねもう相当なプレッシャーだから ね、まあ、ね、大会中見せてますけれども、負けじゃ前出た強い。メデューサ絶対守護神負けん。強一さん、負けん。ステージ2を彷彿とさせるようなメディアで負けん。おそらくクレイジーラクーンのファンはヒヤヒヤしているでしょう。ただ離婚がまだ上がってません。見たい。なぜかおもむろに抜いていくラズとオーディン。ただ無理はできない。これ映ったらハンターズフューリー即打ちしてくる可能性ありますよ、メディーさん。時間切りました。実質 B はワンオンフォー。あと30秒。ラズがバレた。シーカーで見えない、ね、その間にマキバがデスを倒した。どうだ、時間を稼げるか。そ こ, これはすごい。見えた、1人目、1人目、耐える、耐える。そしてインディが入っていった。サスリオン2レイタ、これオペレーターですからね。2オン3取り返しなるか。体力は十分。今度はメデューサがオーディンを持ちます。どうだ、いやマキバリロードタイミング。レータ狙った。レータ帰ってきた。おお、圧巻か。どうだ、うわー、マジか。戻ってきた、帰ってきた。王者奪還。そして初の世界大会出場、ゼータディビジョンだ。優勝はゼータディビジョン。いや、最後はマキバが決めました。それでは優勝を収めましたゼータディビジョンの皆さんです、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この後ねスペシャルインタビューもございますので、うん、さらっと行きたいと思います。まずはリーダーのラズさん、長い長い今日1日の戦いでした。ちょうど、はい、14時半頃から試合が始まり、うん、今はもう21時半頃、過ぎました。今日1日振り返っていかがでしょう。いや、よくやりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。疲れた。疲れましたよね。どうですかラズさん、今までにない疲れですか。そうですね、はい、今日プレイ時間長かったんで疲れました。ラズさんがそうおっしゃるんですかね。はい、ラズさんからこう、はい、笑顔が出てきて、ね、僕も嬉しいですね。みんな切れてるんじゃないかっていうねコメントもありましたからね。まあでも一安心ですよね。はい、後ほどまたゆっくり聞かせてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ続いてはその下にいる竹ジェイ選手、今日は大暴れでした。いかがでしょう。楽しかったです。楽しかった。やっぱり噛み合いました。噛み合った、うん、はい、めちゃくちゃ強かったですね。俺強かったですね、本当に。そうですね、いやマジで強かった。リスミスのタイミングとかね。マジで強かった。後ほど、ね、後ほど竹ジェイラッサをたくさんご披露いただければと思います。はい、今ちょっと休んでいただいて、はい、そして黒さん、はい、本当に最後の KO を使ったラッシュが響きました。そのあたりはいかがでしょう。いやもう本当にもう味方が強くて、後ろからサポートしてれば勝ってくれるみたいな状況だったんで、はい、本当に良かったです。疲れましたか。いやもう過去一ですね。過去一で疲れました本当に。今食べたいものはハンバーグです。ありがとうございます。と思った。またゆっくりね、後ほどインタビューさせていただきます。ハンバーグ大好きだからね、はい、さあ続いてはレイタさん、最後の場面2対3の取り返しいかがでしたでしょうか。いや、やっぱ俺が決めようかなって思ったんですけど、やっぱそうですね。最後はまあちょっと譲ってあげました。譲ってあげた、あえて、うん、はい。なるほど、本当にその思いが伝わった牧場さんですが、牧場さんいかがでしょう。いやー勝ってよかったです、うん、特に今大会初のこうゼータディビジョンでの戦いでしたが、改めて振り返っていかがでしょうか。まあいろいろあったんですけど、はい、楽しかったんでよかったです、うん。後ほどゆっくり聞かせてください。そして、はい、バー選手、はい、本当に大事な、バトンを受け取り、バトンを渡しました。大活躍もありましたけれども、はい、いかがでしょう。そうですね、勝ててよかったです、うん。後ほどね、またバー選手にもゆっくりお話を伺いたいと思います。コナミ感。そしてジュニアコーチ、もう
昨日からそしてその前からたくさん徹夜で、相手の情報をかき集めていたと思います。もちろん XQ コーチであったり、逆アナリスト、そういったコーチ陣の、まあ、意見あると思いますが、ジュニアさんまとめて感想いただけますか。そうですね、本当に最後はもうあの気合体力戦の勝負になってて、はい、本当にもう我々の対策がどうこうよりかはもう、はい、もう選手自身のもう力というか気合のがもう最後に勝ったのかなという、そういうみんなでみんなもうまあコーチ陣も みんな頑張ったんですけれども、はい、うん、まあ、選手の本当にこの負けられないぞっていう根性というか気合で最後勝ち取ってすごくいい試合だったと思います。応援も皆さんの応援も力になりましたので、うん、ありがとうございました、はい、本当にね、熱量を感じる最後の BO5 のアセントでした、はい、さあそれでは最後にラズさん、ファンの皆様に一言いただけますでしょうか。はい、はい、皆さん、ひとまず応援ありがとうございました。なんか VCT あの3回目で1回目2回目あの決勝戦に CR に負けてしまって、ね、なんかゼータディビジョンおよびアブソリュートジュピターのなんだろうがなんか2位のチームに、はい、なってしまっていたんですけど、あのずっと応援してくれてた方本当にありがとうございました。あの今回こうして優勝で結果を出せたので、はい、すごい嬉しいです、ホッとしてます。それではですね、ゼータディビジョンの皆さん本当にありがとうございました。そしておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。